あー、いい感じ。あ、すごいすごい。全然いいと思います。うわ、嬉しい。前回スイングをクリア。ステップ4、スイングを大きくする段階に移った私内田。いよいよ鉄棒の上に足を振り上げるという未経験の領域に突入します。でもうちょっと我慢してつま先かな。実は1回転する上で大切なのは鉄棒の前ではなく後ろの姿勢。振り子運動は前後の振れ幅を大きくすることで勢いがついていきます。大車輪でも背中から上がり高さを出し、次の回転に向けて勢いをつけることが重要になってきます。改めて私の動きを見ると、背中よりお尻の方が高くなり姿勢が緩んでいます。後ろですね。課題は高くなる、なってくると、はい、どうしても緩んじゃうので、はい、このままこのままですね、はいはい、なるほど。その後も練習を重ねますが、あ、ちょっとやっぱり腰痛めたな。やばい気がする。これあんまりやんない方がいい。痛めました。ここ痛めましたね。今肩に続き今度は腰を痛めてしまいました。39歳、やはり無理はできません。ここが硬かったから腰ばっかり入ろうとして痛いってなった。無謀な挑戦だ。俺だったら水泳とかね。ありがとうございます。バスケットで何本入るかの方が良かったんじゃないの。大車輪は難しいよ。さあ練習を始めて2ヶ月が経とうとしています、はい、私の進捗状況、はい、正直言ってどうでしょう。いや結構こう、うん、ギリギリかなっていうところですね。できるかなどうかなっていうところだと思います。今のところはタイムリミットまで残り1ヶ月。ここからは何度も練習を繰り返し感覚をつかむしかありません。そうです。お、いいっすよ。押しといて強く。お、いい感じ。あと一歩。しかしその一歩がとてつもなく遠く感じます。今こう上行った時にちょっと体が縮こまっちゃって、はい、倒立ができなかったっていうか。最大の壁を乗り越えることはできるのか。すると、おい、止血締めて強く。これは1回転できたのでしょうか。次回もお楽しみに。